自民党の小野寺政調会長は BS テレビ東京の番組収録で国民民主党が求めている年収103万円の壁の見直しについて知恵を出すように努力していきたいと述べ財源の検討を進めていく考えを示しましたまた政府の経済対策については与党として野党各党と引き続き協議を進める考えを改めて示しました